我が消え、神という光が失われた時、どのような世界になるか分からんのか。世は乱れる。これから多くの苦しみと悲しみが溢れるだろう。そう分かっていて立ち向かってきたとは、なぜ？それが人だ。その意味を分からなくても、俺たちは生きたいと願っている。不完全かもしれない。だからこそ誰かとつながりを求め、間違いながらも歩いていく。目の前に広がるこの世界に答えがあると信じて、ただまっすぐに歩き続けるんだ。一歩また一歩だ。我が消えてもこの世界がある限り、我が生み出した断りが消えることはない。黒に侵され死にゆく世界で、覆すことのできぬ因果にもがき苦しめ永遠に。
て俺一人の手には余る。だがこれなら奴が作った世界の断りを焼き尽くすことができる。ベアラーもドミナントもクリスタルも魔法も全てを灰に返そう。たとえこの身が砕けようとも。月明かり柳が揺れる。私はロボのずっと思い焦るあなたの姿。羊を数えるように流れく意味があるのだ。全て悲しい虹間から離れた空へ一筋の愛を込めて。どんな夜だって失い続けたって共に生きてきたの。瞬くように何かを求めて月を見ていた。綺麗な月だな、ジル。まるで何もかもがなかったかのように、この日は消えたりしない。きっと私の可愛い子、本当に名前は決めたの？どうして、どうして。いやー、こんにちは。ガボおじさんに顔を見せてくれ。でかい声出すな、バカ。え、何かした？静かにしろっての。大丈夫よ。おすべてを燃やして月を見ていた。誰かがそれを哀れむとしても、あなたがいれば幸せだったんだ。およそ正しくなどなかったとしても、消えたりしない。後で抱っこしてもいい？もちろんよ。
この子はきっと人の世界を生きていく。二人のシドの思った世界をな。こうしてクリスタルをめぐる探求の旅は終わった。火をつけて。はい、母さん。はあ、こんな時火の魔法が使えたらな。魔法？またあの古い本を読んでたのね。魔法なんて本の中だけのおとぎ話なんだから。ほら、着いたじゃない。ありがとう。食事まで遊んでらっしゃい。兄ちゃん、早く早く。わかってるって。よし、聖女と死闘やろう。やだよ、僕まだやりたくないもん。じゃあ何するの？召喚獣合戦。また？お前それ好きだな。僕イフリートね。おい、俺はフェニックスか。マハムートが吠えた。OK， 结局这段打了1小时42分钟，超级长，中间网路两次断线，太可怕了。看一下 New Game 之后会用高难度挑战，然后这个游玩模式的时候，敌人会大幅提升等级上限为100。那整体这次玩下来，挺舒服的，但是打奥丁之战，可能是因为巴哈姆特震撼太大了，反而到后面就有点不是那么开心。
硬要挑缺点的话，就是那段吧。后面有一段心灵攻击，但那边我觉得对主角影响没那么大，欸，就还好。有人说光害很严重哦，因为上一站很暗，所以我们亮度调加二，然后决战的时候超亮，亮在靠北。好像那个图奇上传最多是6000到7000吧，就没有办法支撑住。后面可能上传 BOD 会好一点。感觉现在有时候有那个结算画面真的很搞，欸，突然就会动一下，然后等他跳完，感觉都没了。就希望就是可以快速略过会比较好。对，有时候跳升级也蛮尬的，感觉浮在视窗后面就好，就跟你说你升级了。嗯，至少他要把故事好好讲完了。所以我蛮好奇结尾的那本书。有可能弟弟没死，然后后来写了一本书，去描述这个故事，就是描述决战的故事，也是有可能。开放式哦，有可能只是有人做梦。梦结局。但如果是梦的话，真的蛮靠北的。看大家怎么解释。